チャガタイ・チャガタイは、モンゴル帝国の皇族の一人で、チンギスカンの次男、女ョの弟、オゴデート・トルイの兄にあたる、ペルシア語表記では、と綴る、チャーダイ・ジャプタイとも、少年は1185年、1186年など、諸説ある、長兄女子とは、女ョの出生の疑惑などをめぐって賢悪な中であった。また、 チャガタイ自身が激しい気象と一本気な性格の持ち主であったため、一族の和を重んじる父チンギスから後継者候補としては除外されていたという。しかし、法に対して厳格な一面があったため、それを父に見込まれて、モンゴル帝国の法律、ヤサの管理を任され、ヤサの番人の異名を取った。1206年、モンゴル帝国が建国された際にチャガタイは、 チチンギスカンより4つの仙人。この時、チャガタイの配下とされたカラチャル率いるバルラス仙人隊ココチュス率いるバーリン仙人隊ムゲノヤン率いるジャライル仙人隊イドカダイ率いる、出自不明の仙人隊は、後のチャガタイウルスの母体となった。父チンギスカンが、征服戦争を始めると、金藤罰や大西進むに従軍し、 おとらる攻略などで先行を挙げたことから、清量の給料を与えられ、後のチャガタイ藩国の祖となった。そしてこの地を治めるため、モンゴル帝国の法律であるヤサの遵守を強制したが、モンゴルの風習とこの地の風習は相反するものが多く、ヤサを強制された民衆はチャガタイを大いに恨んだという。家族とは不和な部分もあったが、弟オホデとは仲が良く、父の死後は、 その遺言に従って、オホデへの即位を指示した。このことから、第二代皇帝となったオホデーも兄であるチャガ隊を大いに尊重し、政策決定の場においては常に相談相手としたという。1242年、前年に没したオホデーの後を追うように没した。終始チャガ隊の葬儀チャガ隊は厳格な人物として知られ、それを示す逸話がある。 オホデいと宴席で酒を飲んでいたとき、酒の酔いもあったのであろうが、チャガタイは、オホデいのプライドを傷つける行為をしてしまった。チャガタイにとってオホデいは、弟といえども仕組んである。そのため、チャガタイは自らを罰するようオホデいに求めたが、オホデいは兄を罰することはできなかった。そのため、チャガタイ自らで自らを罰したという、他人にも厳格であったが、 自分に対しても厳格であったということであろう。チャガタイには、性質が二人いたことが知られている。第一夫人は、コンギラト部族のデイセチェンの兄弟ダーリタイノヤンの、息子カタイの娘、イエスルンハトゥンである。第二夫人は、イエスルンハトゥンの姉妹であるテルケンハトゥンであった。また1220年にホラズムシャア長のアラウッティーン、ムハンマドの母であるテルケンハトゥンら王族たちが、 マーザンダラン地方で、モンゴル軍の捕虜となった時、アラーウッティーンの王女の一人が、チャガタイの側室に入ったと伝えられている。修士などの資料において、チャガタイの死士たちは6人が知られている。一人目は、所長したるモチイエベ。二人目は、聖妃イエスルンハトゥンから生まれたモエトゥケンで、チャガタイウルスの宗家は、彼の家系に始まる。 三人目は、エえケ県選手後に一旦後継者に選ばれたものの、溶接したベルゲ氏。四人目は、サルバン。五人目が、チャガタイウルス第三大当主になったイエスモン家。そして六人目は、第五大当主アルグの父で、大元ウルスのチュベイ王家の父婦ともなったバイダルである。ただし、チャガタイの死,死に関して、終始の記述は混乱しており、写本によって、 息子の数、徴用の順は一致しない。特に長男については、萌えと検とする記述と持ちエベとする記述の二つが存在するが、これは、聖母の身分差に由来する混乱である。すなわち、チャガ隊の本来の長子は、即室の息子もイエベであるが、着所の区別を重視するモンゴル社会では、聖皮から生まれた子供のみを記す場合が多く、 着長したるモエえと剣が長男であるとも記されるようになったと考えられている。また、同様の理由から去るンも、初出の息子であると見られている。なお、終始の写本によっては、カダカイとバイジュをチャガタイの息子に数えることもあるが、これはチャガタイの孫ぶりの息子を誤って挿入したものである。NHK 大河ドラマ、北条と木胸でクビライを演じた俳優のバーサンジャブは、 茶具体の末裔であるると言われる村上1976、194から196ページ、杉山2004、50から51、53ページ、村上1976、106から107ページ、銅村1968、140ページ、銅村1968、140から141ページ、宇野2012、 183から184ページ、サルバンは一般に、チャガタイの第四個で弟に、イエスモンケとバイダルがいたと記されるが、別の箇所では、イエスモンケが第三子であったとも記している。これも、書室の子を外して着子のみを数えた場合、イエスモンケが第三子になるため生じた混乱であると考えられている。終始には、初版系の写本テキストと、 ホ保ン系の写本テキストがあるが、前者では、カダカイとバイジュをチャガタイの息子とするが、後者は息子と扱わない。これは、ホ保ンの偏者がチャガタイの息子について正確な情報を得て、修正を施した結果であると見られるモエトゥケンには、バイジュ、ブリ、イエスン・トゥア、カラフレグという4人の息子がいたことが知られている。うち、ブリは、 バトゥの東欧遠征に従軍したがグユクと共にバトゥとさかいを起こし、これが原因で、モンケが即位した時、反乱を企てたとして処刑されている。モエトゥケンは、チンギスカンのホラズム社長遠征に加わったが、バーミヤンを包囲中に流れ屋を受けて戦死した。このため、チャガ隊は、後継者をモエトゥケンのような男だったから、フレグを選んだ。母は、名前不詳。 イエスルンハトゥンに仕えた下女であったという。モエトゥケンが亡くなった時、チャガタイはこのベルゲシを後継者にしたが、ベルゲシも13歳で亡くなったため子孫がいなかった。第5代トシュアルグの父で、オーモットウルスのチュベイ王家の父ソ、ジョチ家のバトゥの東王遠征に従軍した。ともえリ、サイチンギスアセサイ、神童も北方神、もう中国も古学キモも、ありがとうございます。